スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、マサト、ケイコの音楽日和。この番組は味噌問屋の若旦那にして演歌歌手の酒井正俊とクラシックピアニスト伊豆谷恵子がさまざまなゲストとともに人生に交わる音楽をお送りする番組です。新年明けましておめでとうございます。昨年中はね、皆様に本当にいろいろお世話になりました。ありがとうございました。今年もどうぞ一つよろしくお願いしたいと思います。思いのほかね、12月は暖かい日がね、そう暖冬でね、でもね、なんとなく暮れになったらだいぶ寒くなってきて、年末だとやっぱり夜とか朝は冷え込むようになりましたが、ね、なんかもう風が流行ったりね、そうなんですよ、インフルエンザが流行ったりなんていうね、話がちらほらと聞こえてきますが、そうなんです。このね、配信1月12日、はい、火曜日、はい、ということで、もう皆様、ね、お正月もたっぷりちょっと、ね、まあね、充電というか、そうですね、されて、これからまた新しい、はい、活動が始動、はい、スタートですね。我が家はですね、うちの息子が、この配信の前の日の、ね、前の日、あ、そうです、11日に成人式をおめでとうございます。何やらスーツを着込んで出かけていったみたいなんですけど、ね、そうなんですか。いやでも、ね、そうですね、昔違いましたね、日にちが。日にちが ね、昔はほら成人式というと1月15日って決まってたんですけど、はい、ね、ハッピーマンデーっていうのになってからね、だんだんみんな無理やり同日月にくっつくというね形になったんで、なんとなくね、こう雰囲気がやっぱり出ないよね。1月15日もそうだし、体育の日もね、そうです、違いますね。昔は10月10日って決まってたんだけどね、今はね9日だったり、ちょっとね、十何日だったりとかね、これ昔の私は暦がもう染みついてるんです。申し訳ないですが、そう、私なんかもね、そう、昔の暦がやっぱり染みついてる、ね、長いですかね、その生きてる間は、うん、その頃がこれからそう、新しい暦の前、暦ね、短いからね、短い付き合いがね、付き合いがね、まだまだ浅い付き合いだからね。そうなんですよね。ね、今年のなんか簡単に抱負なんかありますか？抱負ですか、うん、もう、昨年のね、はい、12月号でもちょっとお伝えしましたが、まあ、はい、まあ、またちょっと活動をちょっとこう広げたいなっていうか、まあ、いろんなね、去年もいろんなライブハウスとかも見学したりしたので、はい、ちょっと前向きにまたチャレンジ精神を忘れずにしながら、今のお付き合いさせていただいている大塚もどんどんと今後ともよろしくということでお願いいたします。また今年はね、いろいろなね、ところで、じゃあ、そうですね、ピアノのライブをね、そうなんですよ、たくさんやっとやりたいなと思って、いるので、はい、皆様ぜひ行ける限り私も見に行かせていただきます。ありがとうございます。ぜひぜひ、ありがとうございます。もう、ね、生の伊豆谷恵子に会いたいという方はもうぜひぜひね、来てください、来ていただいてですね、素晴らしい演奏が聞けますのでね、皆さんよろしくお願いしたいと思いますね。今年もよろしくお願いします。マサさんもね、はい、もうすぐ、そうですね、のぞみちゃんもね、そう、決まるから、そうそうそう、来月ね、そう、決まるから、2月の19日金曜日に、金曜日に決まりますから、オーディション、最終オーディション、2代目のぞみが決まります。これ南大塚ホールですね。はい、そうです。無料の公開オーディションになってますので、皆さん応援に来ていただいて、冷やかしでも結構ですので、はい、行きます、行きます、来ていただいてと思いますのでね、そちらも合わせて今年もよろしくお願いしたいと思います。発明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい。日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。
パワーオブイマジネーション、法進国際特許事務所。今月の格言。私は人生の岐路に立ったとき、いつも困難な方の道を選んできた。岡本太郎。それでは今月のゲストコーナーに参りたいと思います。はい。今月のゲストは、NPO 法人劇団ムジカフォンテ代表の筑晴美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ね、ちょっと声を聞いていただいただけでも、ものすごい元気な方という感じがね、ありがとうございます。するんですけど、映像がないですけど、笑顔のね、ね、パッと明るい太陽のようなものがね、よかったですね。ありがとうございます。ね、二人も素敵ですけども、見えるんですね。ね、本当ですよね。そうですね。まず最初にね、筑晴美さん。ご自身からちょっと簡単に自己紹介を、自己紹介、はい、していただければと思いますので。そうですね、自己紹介と言いましてもですね、もう波乱に満ちた人生を送っておりますので、はい、まあ一応歌い手をやっておりまして、はい、それからいろいろ劇団を立ち上げたり、はい、東輩等で指導したりして、はい、活動しております。豊島区が大好きです、ね。はい、ずっと豊島区にお住まいなんですか？そうですね、学校卒業してからずっと豊島区です。まあ、年のことを考えたら豊島区の方が長いですそうですよね。はい、そう考えると僕もずっと豊島区ですからね。あ、だからなんでマサさんとね、あはるみさん、はるみさんなんてちょっと言うようになってないですけど、なんかずいぶん前からもうすごく有名でいらっしゃるので名前はずっと聞いてたんですよ。でも2年くらい前ですかね。そうだと思うんですよね、多分多分 Facebook で、お友達に、ね、なったのが方が先なような気がする、そうですね、うん、で、多分ね、実際にお会いしたのが去年のね、去年でした、夏前ぐらいじゃなかったでしたっけ。うん、それ劇団は見に、あ、違うんですよ。私NPO 法人も立ち上げておりまして、はい、それを立ち上げるために、まあ、この豊島区で有名な某 Y さんという人がいましてですね、そうなんです、はい、彼が中心になってですね、展開してるんですけど、はい、池袋の西口公園で出張縁側市というのをやってるんです。月1回、フリーマーケットと、はい、でそのフリーマーケットをね、ただ見に来るだけじゃ面白くないっていうので、うん、そこでほら西口公園ってちょっとこう常設のステージがあるんですけど、そこでね、歌ったり踊ったりの方の担当をねずっとされてるんですよ。そうなんです。で一度ですね、去年実はマサ&のぞみでね、はい、あ、マサさん呼んでいただいたんだけど、そうなんですよ。確かにあの時ものぞみちゃんがほら、あ、誤解人だったので、誤解人ちょっと代役をこう立たせていただいて、そうなんです、そうなんです、そうなんです、お邪魔させていただいたんですよ。初めて大塚物語を聞かせてもらいました。私も池袋の、池袋のだからカラオケスナック以外のところで初めて大塚物語を歌ったんですよ。私もずいぶん今のイメージだとどこででも、もとね、大塚、ね、まあ、中心に、そ、ね、野外だろうがどこでも歌われてるイメージなんですけどね。池袋、本当に池袋の駅の近辺でっていうと多分その時が初めて、素晴らしいだと思いました、ね。そういうね、こういう歌を歌われるんだって初めて私も知りまして、ね、素晴らしい機会をね本当にいただいてね。いやいや、こちらこそ、その説明それからなんかこうだんだん、もう今ね、距離が近づいてきましたね。最近すごく距離近づいてね、9センチね、もう本当に最近もう鼻と鼻がくっつくぐらいの距離磁石のごとくヒューッともうね、本当に大塚でいろいろお世話になってました。ありがとうございます。ね、大塚の方が畜産にお世話になってる部分の方が大きいかもしれないですね。いえいえいえ、こういうね、すごく明るい方ですので、はい、
いろんなね司会なんかもお手伝いしていただいたり、ね、とても声も綺麗で、まあ、さすがですね。ありがとうございますね、本当にね、もう本当は池袋でこう活躍されなきゃいけないのに、最近はもう、うん、半分ぐらいは大塚でこうがめちゃってる。菊さんをがめるなって池袋の人にね、みんなに怒られるんだけどね。マサさんの力もう影響力がすごい。いやいや、僕だけの影響力じゃなくてね、僕のもうちょっと先輩のね、うん、あのそうですね、方でね、あの大塚の重鎮の方がいらっしゃいます。なんとなくわかります。顔が浮かんできました、はい、私ですね、あの豊島区の、ね、ミュージカルを作ってるんですけども、はい、やっぱり池袋で拠点でやっていたものが、うん、去年は駒込行ったんですよ、ソメイヨシノ。で、今年実はこれからね3月に公演があるんですけど、はい、それは南大塚ホールでやる、やるんですよ、やっていただくんですよ、鈴木ミミズクのなんですけど、そのミュージカルなんです。で、やっぱり各地域に行くと大きな豊島区内でも全然カラーが違うんですよね。あ、そうでしょうね。そういうのだから、そのお客様の層がじゃなくて、いや、生きてる方々の地域層も、うん、あの畜産はね、ほら、あの要するに人生の大先輩のね方々、はい、お年寄りの方々 の、 あの生の声をね、あの聞いて、あの、そうです、そうです、要するに後世にね、その、ま、動画を残しておこ う、 う、歴史をね動画で残そうというのをね、もうお仕事もされておりまして、おばあちゃんの記憶を語っていただいて、年 の、 あの記憶をつなぐ会ですね。そう、そう、はい、記憶をつなぐ会なんです。すごいんですよ、それがね、そういうなんかね、大先輩、人生の大先輩のものもすごく大切されてるし、その東輩というすごい有名な劇団のね、うん、そのそうですね、ね、の育成もされてるんで、なんかすごい幅がすごい広いというか、ね、何やらか分かんない状態ですけどね。去年のね、ちょうどほら10月にね、あの南大塚ホールでもね、ちょっとその一端をあのご披露いただいて、あのまあその場合はその豊島の記憶をつなぐの大塚バージョンだったんですけども、大塚のあの5年ね、ご年配の方々にちょっとご登場いただいて、すごくね楽しいお話をね聞かせていただいて、ね、そういう機会がないとやっぱりね、私とかもお話を、ね、聞けないんで、なかなかね、そういうその戦争時代だったり、うん、そうです、そうです、昔この辺にバラックがあったとか、へえ、そうなんだと思うようなことってないですからね。で、また私たちが聞いてそれをまたね、うん、っていう、そうそうそう、やっぱりバトンのようじゃないと、ね、素晴らしい、きっと切れちゃいますね。話は聞いたことあっても、その池袋にね闇市がどこにあったのかとかね、実際なあのそういうお話なんかもね、本当に聞けるとね、すごくですね、あの親近感が湧いてきますよね、余計にね。そうですね、素敵。そうだからね、本当にあの歌を歌ったりね、踊りをこう教えたりとかって、そういうことだけじゃなくて、うん、それを豊島君のためにもう身を粉にして、粉にして、身を粉にして、でもさっきもパーンと飲み、あ、ね、それちょっと置いておいて、置いておいて、ね。ね、お酒はね、うん、楽しいですもんね。そうですね、そうですね、そうそう、まあほどほどで、はい、ほどほどで、ほどほどでね、本当にね、ね、本当にあの豊島区もね、やっぱりあの皆さんあんまりこう知らない人が多いのかもしれないですけど、あの山手線の駅がね、はい、先ほど言いましたけど5つえ、ね、はい、駒込、巣鴨、大塚、池袋、目白とね、5つ駅があるんですよ、山手線の豊島区に。そういうふうに言われるとちょっとなんか新鮮ですよ。そうするとね、結構ね、いろんな、やっぱりね、先ほど言われましたけど、ね、街がね、街の様相も違うし、だからやっぱその確保、住んでる人も違うしね。そうですね、そうそうそう、まあだから本当にあの目白の歌も作ってもらった方がいいかもしれないね。そうですね、そうですね。大塚はね、大塚物語があるんで、ちょっとお任せいただいて、はい、そうですね、そうそうそう、あのじゃあ蝶がくれた鈴木みみずくという3月のミュージカルには、はい、大塚物語出ちゃいますか。いいですよ、特別出演になっちゃいますね。あのちょっと影ぐらいで、影で、ね、のぞみちゃんももう決まってるわけですね。そうですね、そうですね、いやー、なんかいろんなことが可能性が、うん、そうなんか出てきますね、こうやっていろんなゲストの方に来ていただくと、ね、大塚の街もこれからちょっと劇的にね、はい、南口の駅前の広場ができてくると、ね、また様相が変わってくると思うので、僕らがねやっぱり考えてることっていうのは、その池袋の西口公園でやってるね、はい、あのいうイベントの、うん、まあミニチュア版じゃないけど、本当にあの、うん、ね、規模としては池袋よりは小さいけれども、池袋をこうちょっとねに習って
いろんなイベントができればいいなと思ってますので、そうですね、またね、その時はぜひお力添えをいただいて、こちらこそぜひ大塚を盛り上げていきましょう。ちょっとここだけの話なんだけど、内緒の話なんだけど、畜産に言うとね、もう何でも高野区長が OK をくれるっていう噂だけ内緒の話内緒の話ですね、内緒の、はい、内緒ですさてさて、はい、さてさて、ケイちゃんから何かちょっとない、いや、だからその劇団を立ち上げるって大変なことだと思うんですよ。で先ほどもちょっと打ち合わせでお話聞いた、その当初初め何人ぐらいでどうやって、どうやって今もずっと多分続いてるって、そうですね、どのぐらい続いてるんですか。25年なんですよ。おめでとうございます。ね、ありがとうございます。でも元々は豊島区が初めてあの区民参加のオペラ、はい、カルメンの公演をしたんですね。カルメン、あら、はい、知ってます？クラシック、はい、それが、それがあれですか、一番最初ですか。そうなんですよ。でそこに私制作の方に関わっていまして、はいはいはい、歌い手としても出ましたし、うん、それから合唱指導、うん、それから全部やってるんです。それすごいことだね。出演するだけでも大変なのにやりました、やりました。でそしてそこにね、集まった人たちとか子どもたちが続けてやりたいって言ったことがきっかけで、なるほどね、でそのままもう25年続いちゃったわけですね。うん、私もね、実際にちょっとね、短い公演でしたけど、見せていただいて、本当にお子さんから、はい、ね、大人の劇団の女性まで ね、幅広い年齢の方がいて、よくまとまってるなと思ってね。じゃあ何でもできますよね。何でもできますね。よくね、そういう年齢がないかできない、なんか、あ、でもオリジナルだ、オリジナルのしな、なんかこう、そうです、そうです。ほぼほとんども今は。そうですね。何でしたっけ、かけきくけこかこうしな、何ですかそれ。アイウェア王国のあの感じですね。あれがね、もう頭の中から離れないんですよ、俺。そういう発声のための、滑舌のためのちっちゃいストーリーがあるんです。それを私流にアレンジして、ミュージカルに仕立ててやったんです。アイウェア王国の物語で、物語なんですよ。王様と王様がいて、かけきくけこか公爵。公爵が出てくる。あ、じゃあそういうことで、そうなんです、全部サセシスセソサ総上様とかね、そう、そういうですね。え、それは、え、名前がそう、え、話の内容はどんな、そう、まあいろいろあるんですね。あ、話の内容としてはね、簡単に言うと、あの隣の敵国がね、そう、ワイユーワ王国なんです。うわー、もうちょっとどうそれ敵国が攻めてきてね、 それをどうやって追い払おうかっていうね、そういう物語なんだけど、でもそれはね、全然こう、あの怖いお話じゃないんですよ。楽しい話。ハヘヒフヘホハホーっていう大砲を打ちまして、マメミムメモマモーで取るんです。マモーってことね、網網ですね。今でも捕まえるためにはですね、一生懸命で笑うことが一番なんです。もうハハハハハハヒーヒーヒーって笑わずにはいられなくなっちゃうんですね。それで捕まっちゃうんです。で最終的にはもうみんな仲良くなって、やえゆえよやよというこの、ね、パーティーをする夜を毎年続けましょうって言って、へー、そうそう、結構ね、面白かったんだよ。面白いんですよ。本当にそれもやっぱオリジ、そうです、元々あるものを私流にアレンジして音楽とか別のものを盛り込んでいって、うん、一つの作品に仕上げたんです。じゃあ新しい演目で新しくオリジナルを作るときって何かやっぱテーマっていうのは、やっぱりその方向性は畜産の方向、どういうものが今後も、いい質問ですね。そういうなんかあるじゃないですか。素敵素敵。あのムジカフォンテにはテーマがありまして、はい、3つあるんです。柱、 I love me、 I love me、 おー、なるほど、笑顔、はい、諦めない、アイラブミーっていうのは、はい、本当になかなかね、自分のこの欠点のところって認めたくないじゃないですか、どうしても、うん、そうするとやっぱり周りの人のことも認めなくなってしまうので、自分のそういう部分も愛してあげて、お友達のことも許してあげようねっていう感じのアイラブミーから、笑顔はもう笑顔ですね、いつも笑顔でいた周りがね、ハッピーになりますよね。で諦めないっていうのは、本当に今の若い子たちは弱いとか、いろんなこと言われますけど、でもそれはそういうふうにしてしまってんだ、この真面目に喋っちゃうんですよ、大人のね、それがいけないんだよと、全部指示待ちにしてしまうのは大人だよ、だから自分たちで考えて行動しながら、いや大変なことにも諦めずに向かっていって道を開いていこうっていうテーマなんです。それをできるのがミュージカルなんですよ。あ、なるほどね。
はい、言葉と歌と音楽で音で、ね、そうそう、うん、多分見てる人も楽しくこうふっと入ってくるんでしょうね、心に、うん、いいですね、いいでしょ、ね、本当にもうこれだけね、いろんなことやってるともう本当に大変でしょうけれども、まあこれからもっとこういうふうにやっていきたいとかっていう、はい、うん、そういうまあ抱負というか、そうですね、ございますでしょうか。豊島区が学生80周年の時に、うん、はい、豊島区のミュージカルを初めて作ったんですね、はいはいはい、それが80歳の池袋、はい、おじいちゃんが80年生きてきたその中でいろいろ歴史を伝えながらやっていったんですけど、第2弾がこの間やりましたソメイの愛、ソメイヨシノの豊島区の花ですから、はい、で今回が第3弾で大塚で蝶がくれた鈴木ミミズク、愛物語ですね、家族愛というふうに作っていくんですが、もうこの際作り始めたんだから豊島区の作品をいっぱい作ろうと、はい、思ってずっともう本当に自分が命なくなるまで豊島区の作品を作り続けようかなと、そしていろんな人たちに舞台を通して伝えていけたらいいなと思っているのが一番今大きな、素晴らしいよね、もうちょっとお手本みたいな、いや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 まあ本当にね、うん、ささやかながらお手伝いできることがありましたら、はい、ぜひぜひ、はい、私ぜひぜひ、よろしくお願いします、はい、出て出て出演してじゃあその直近の、はい、今言って3月は、はい、詳しくどう、はい、ちょっと言っていただけますか、はい、3月の20日21日、はい、日曜日と祭日です ね、 そ、 ね、はい、その2日間で3ステージ、はい、南大塚ホール、この地元で行います、はい、はいはい、それは見に行くのは、ね、はい、チケットありますので、はい、またリンク、そうですね、また出来上がると思いますので、はい、あとぜひぜひ、もうホームページとか何か、そうですね、フェイスブックなんかはもう随分出てますので、はい、な変なフェイスブックも出てきますので何で検索、私の名前でちくはるみで、はい、いただけると、皆さんちなみに、はい、あ、そうか、YouTube に上がるときにはちゃんと漢字が下に出てくるから大丈夫だね。その下の、うん、ちょっとこの ね、 ね、下の説明のところをピッと押していただいたら、すぐピッと行くようには、劇団ムジカフォンテでも出ると思います。わかりました、はい、ホームページちゃんとありますもんね。そうですね、はい、じゃあぜひ見てください、皆様も、ぜひぜひ、もう涙あり笑いありの作品になると思います、はい、なんか今お話聞いただけでもすごく楽しそうなのでね、はい、ぜひちょっと自分の街がこう物語になるっていうのはなんかこうワクワクしてくる、ね、いいですよね、すごくいいですよね、で身近でちょっと知ってることが出るとすごく親近感が湧くので、天祖神社も出てきます、あ、はい、へえ、はい、素敵な物語になりますように頑張りますので、そのうち余力があったら大塚物語っていう題名でもちょっと作っていただいてですね。いいですね。ぜひぜひ。そうですよね。なんか曲にもいろいろ裏話があるって話を。そう。箱だけの話。箱は言っちゃいけないか。ごめんなさいみたいな。いえいえ。まあまあ、はい、本当に楽しいお話をね、たくさん聞かせていただいて。ありがとうございます。ね、楽しい時間って本当にあっという間に過ぎちゃうんですけれども。はい、はい。いつもの。ケイちゃん、いつものですか。はい。ちくはるみさんにとって。はい。幸せの音、まあ、音楽とかね、 もちろん音楽も大好きで、うん、私もそうなんですけど、じゃなくてその根源にある音ですね、どんないろんな音があると思うんですけど、例えばほらね、川の流れる音が好きとか ね鳥の鳴く声がね、うん、好きとかっていう、まあ、いろいろな感じ方があると思うんですけど、まあ、ちょっと長くしても大丈夫ですか。あ、全然いいです、はい、私はやっぱり自然の音が大好きで、はい、疲れたなと思う時は癒し系の自然の音の、うん、CD をかけながら、あ、それは何、自然の音で、まあ、水が流れてたりとか、せせらぎとか、いわゆるヒーリングとか、なんかそういう感じの系統ですかね。そうですね、 ね、 そうですね、ありますけどね。でもなんか幸せと思った時って、うん、私は今こう iPhone の着信音かな、呼び出し音、うん、あ、私を呼んでると思って来た来た、すごい、すごい、もうね、このぐらいね、自分のことが好きじゃないですか、いろんなことできませんから、アイラブミーですよ、いろんなことできませんから、私もね、アイラブミーだと思ってたけど、アイラブミーでさっき進もうから、やっぱりちくさんの方が1枚も2枚も上手ですよね、いや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 、だって嬉しくなりません、うん、言われたら、ね、あ、私何と待ってる、いや、こういう待ってたら嬉しいけど、いや、なんかこうちょっとなんだろう、それだからなんじゃないんですか、でもそれでも いつもウェルカムっていう、その心がね、温かいというか、すごい、そうですか、初めてそんなことを聞いた、もう今ほら
ね、携帯の着信音って電話の音だけじゃなくていろんなのあるじゃないですか、ね、そうそうね、Facebook とかね、LINE とかみんなその SNS の着信音とかもね、ありますし、ちなみに何の音をされてるんですか？私もあのちょっと普通にあるやつです。あ、ドラララッとかいろいろ、はい、そうなんですね。曲とかではなく、そう、 Facebook にとか着信音とかメール、まあ、全然違いますけど。なるほど、まあ、息子がですねいるんですけど、息子の着信音が口笛なんですよ、はい、あ、それみたいな、あれがね、どうしてもこう気になって、へえ、そうなんですよ。あ、そう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 、よくなんない、まあ、息子はあの楽器を吹いてるの上手なんです。ふうっていうな感じで、ちょっと可愛いんです、うんね、うん、そうそう、聞いたことがあれいいなと思って、あれいいですよね、うん、そう、可愛いんですよ。ちょっと今度マスターも聞いてみてください。わかりました、はい、多分次回がふうってなるかもしれない。そうかもしれない。僕を呼んでいるんだ、見てください。私の場合はあの着信音も大塚物語ですから、そうです、で素晴らしい。体重画面も自分ですからね。あ、素晴らしい、やっぱりアイラブミーで、アイラブ大塚ですね、最高ですよ。ね、はい、まあ、そういうね、初めてのパターンでね、はい、携帯が鳴る音が、音が私を呼んでると、もう、あ、ファンになるって、ね、初めてでした、うん、最高ですね、うん、すごく面白いです、面白いです、ありがとうございます、いただきます。あ、よかったです。いやいや、本当に、ね、はい、短い時間でしたけれども、はい、ちくさんどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また、ね、今後とも、はい、一つ大塚のことも、はい、大切によろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事、なかなか他にはないと思うんですよ。お客様がどんどん笑顔になっていくので、それをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいから、ブラッシュアップ学び。日本ユネスコ協会未来遺産認定を記念して作った曲です。タイトル、鈴木ミミズク雑司ヶ谷。それではお聴きください。
すすきみみずくね、雑司ヶ谷っていう曲でしたけれども、いかがでしたでしょうかね。いやなんかね、先ほどもね、あのはるみさんってもちょっと慣れ慣れしく読ませてもらってますけど大先輩、ね、そう大先輩、あのなんかみみずくの、うん、でなんか人形さんも写真で見せてもらって、はいはいはい、あのね、昔からすすきみみずくって言ってね、あのすすきで作ったみみずくはね、もう雑司ヶ谷では有名で、僕らも子供の頃ね、よくあの雑司ヶ谷希望人に遊びに行くとね、必ずそのすすきみみずくを見て帰ってきて、欲しいなと思ったことはあんまりないんだけどね。かわいいじゃない。そうそう、ね、最近ね、でもね、ちょっと可愛いのもあるらしいので、昔よりもね。昔はね、みんな同じようなのしかなくて。あ、なんかその耳あのね、そのすすきみみずくとあの子供さんの声がちょっとすごくリンクして、ね、可愛らしくって、そう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 、でもちょっとなんか活動的な心地いいテンポ感で。雑司ヶ谷のね、こう名所の名前とかもね。そうなんだ、あの歴史、東京音大とかね。そう、私夏目漱石とか、そうそうそう、あ、そうなんだ、いろいろ眠ってるんですよ、うん、なんて。あのいろんな人のねお墓があるんで、ぜひ今度あの夜に。夜に散歩してみてください。雑司ヶ谷霊園ですか。雑司ヶ谷霊園夜散歩いいですよ。提灯でも持ちながら。いや。ぜひ夏に。夏に。承知いたしました。そうそうそう、ちょっとあのゾクゾクっとするぐらい、ね、いいんですか、いいかもしれないね、夏だとね。まあでもね、すごい人かちょっとね、偉人とお話できるかもしれないですけど、そう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 、降りてくるかも、降りてくる神をなんてそんなバカな、ね、いやね、本当にあのいい曲でしたね、皆さんね、はい、またあのどこかでお聞きになった時はぜひゆっくりまた聞いていただきたいと思います、はい、もう一回聞きたい方はもう一回戻して聞いてください、ね、戻して聞いてください。なんかやっぱ子供の声ってすごく元気が出ます ね、 いいね、うん、さてね、1年の1月今年のそう始まりですけれどもね、今年はね、まあうん、あの目標としてはあの今年も最低1回はあの進撃の里を、ね、そうもうね、また春なんか、まあ、あの言っちゃった4月か5月ぐらいにっていう今話オファーが来ておりまして、うんうん、まあそれに向けてちょっとまたボリューム3をねやろうかなと。でものぞみちゃんも決まってるんです、すごいデータになりますよ、のぞみちゃん決定、ね、お披露目会ですよね、祝いみたいな形でね、やろうかなと思ってますので、また決まりましたら皆さんに、はい、いの一にお知らせさせていただきたいと思います。よろしくお願いします、はい、ね、それとあとオープニングトークでもね、お案内しましたけれども、2月の19日にね、南大塚ホール、6時からです。夕方6時から。6人最終審査に残ってるんですね、マサさん。あのね、私ね、さっきまで5人だと思ってた。そんなこと言う、もう言っちゃうのここで。そんな6人でした。ごめんなさい。その一人はすごく。ね、本当に6人の方。難しいですよ。ね、だって厳選最後の6人ですよ。もうどの人選んでもマサさんはもう。いや、わかんない。あ、でも、うん、ね、歌ってみる。そう、実際まだ。何人か2人は実際に大塚物語を、はい、いろんな場所でこう何回か歌ったことはあるんで、うんうんうん、知ってるんですけど、うん、残りの4人の方は全く初対面なので、うん、全くっていうことはないんだけど、うん、一緒に歌ったこともないですし、うん、まあ歌を聴いたことある方はあと1人かな、いる。あとはちょっと送っていただいたその YouTube の音源ですとか、そういうので見させていただいただけなので、まあ、実際ね、やっぱりその空気がありますものね、はい、うん、はい、でまあなるべくですとね、一緒にこう一回、まあこういう風に歌う感じに歌いますよっていうことで、どっかでね、皆さんに集まっていただいて、うん、私と一緒にね、実際に打ち合わせを兼ねて歌をね、こうまあレッスンじゃないですけど、ちょっとした方がいいのかななんて思ってるので、なるほど、じゃあ忙しく、そうですね、1月中に、あっという間に2月、まあ、2月のね、頭ぐらいまでね、あっという間にも219にはなります、バレンタインも過ぎちゃうし、本当だよね。ということでね、また来月のね、配信の時もね、はい、詳しくお伝えしたい、ね、はい、したいと思いますので、楽しみにしていてくださいね、はい、それとあとね、そうです、恵子先生の恵子先生の最近恵子先生って先生ってつくのは何なんですか、恵子、ね、先生の恵子クラブがね、恵子クラブ、はい、偶数月の第2水曜日
はい、大体そうですね。大体その会場の、はい、スケジュールで。次回が2月の10日、やはり第2水曜日で、はい、次の日が祝日でお休みですので、祝日でお休みなんで夜ぜひ、ね、夜ぜひ皆様、美味しいお酒もね、飲めますし、はい、ね、飲みながらほろ酔い気分で、生演奏、ピアノを聴いていただいて。まだあれですか、テーマはなんかバレンタインかな。まあね、去年もね、同じく、そうそう、でもやっぱりバレンタインが可愛いかななんて思って、まあね、愛か、うん、それとも、そうです ね、うん、そんな感じで、ね、キュートなハートな、愛と愛を届けていただくということで、そうそう、ハートフルな感じで、はい、届けたいなと思いますので、またイベントページも作るので、あったかくなりそうですよ、皆さん、ぜひいらしてくださいね。まだまだ寒いですからね、はい、2月、3月が寒いんですよね、そうそうそう、実際冬は。東京はね、2月、3月の方が雪が降るんで、なら場合によってはね、ホワイトバレンタインデーイベントにっていうね、感じになるかもしれないですけど、あまり今度降りすぎると、ちょっと困りますね、皆さん。見に行けなくなっちゃうなってことがあるので、その辺はちょっとほどほどにしておいていただかないとね。やっぱり天気、そう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 、足場が悪いとね、うん、やっぱり。まあ雪が降らない、まあ降ってもちょっとでね、ちょっとね、あの大雪は降らないように、情緒ある感じで、そんなそんな贅沢言ってたり、はい、あれなんで、でも、はい、ぜひ来てください、ぜひぜひお願いします、よろしくお願いしたいと思います。それではまたね、はい、来月、そうですね、今年もね、マサさんにお世話なので、ね、1年よろしくお願いしま す。それではマサとケイコの音楽日和、ありがとうございました、ありがとうございました、また2月、また2月に会いましょう、どこ行くのかな、ゆって書いてある、わあパパ富士山、んあ、あったかいねパパ、うん、気持ちよかったね、でもお湯なくなっちゃったね、お日本温浴研究所。